どうもハッシーです。今日は飼育水専用タンクその5について。定期的に水質を測定していましたが少々問題が発覚しました。測定結果はこちらです。飼育水専用タンクの管理の仕方ですが TDS3 の RO 水を足すのみで微量元素などの添加剤は使用するたびにバケツに添加するように管理していました。なのでソイルを使って空回しし続けた水質の変化になります。飼育水を使用するたびに TDS と GH が下がり続けました。ソイルから GH が半永久的に出てくると思っていましたがこの結果を見ると出てくるのは最初だけってことになります。これは大問題なので仕方なく石を入れてみることにしました。するとこのようになったのですが意外なことに TDS と GH が上昇しないんですよね。そのくせ計算は上昇です。なぜ GH が上昇しないのかですが水量に対して石の量が少ない、もしくは酸性物質が少ないから硬度成分が溶けないなどが考えられます。いずれにせよこのままだとまずいですよね。もう一つ問題点がありまして、リンの濃度が減らなかったです。 RO 水にはリンが全く含まれていないので使い続ければリンは減るはずですが下がる気配がないんですよね。以上のことから現在はこの飼育水を使うのをやめました。最初は良かったんですけどね。 RO 水のミネラル調整はまた別の方法を模索してみます。ちなみに TDS の下限は 16ppm でそれを下回ることはなかったです。本日もご視聴ありがとうございました。続きが気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。